久保建英の間取り復帰は完全消滅、50% 保有権を放棄の可能性と現地報道。レアル・マドリーは久保建英をレアル・ソシエダへ放出する際、ソシエダからどこかのクラブに移籍した場合発生する移籍金の 50% を受け取る権利、そしてこのレフティがオファーを受けた場合、優先的に交渉できる権利をソシエダと結んだ。だが、スペインメディアゴルデジタルによれば、マドリーはソシエダのマルケン・スビメンディの獲得を狙っており、契約解除金6000万を減額するためこの権利を放棄する可能性があるという。この権利を放棄すれば久保獲得に最大で6000万ユーロがかかるため、マドリーが久保を再獲得する可能性はほぼないと見ているようだ。そもそもマドリーは久保を獲得に動かないだろ。まあいらないよな。MF や DF 優先。久保信者は認めないだろうが、久保はレアルがどうしても欲しいというレベルにはないということなんだよな。3000万ユーロでも久保を獲得する必要がないということか。実際マドリーで試合出れるイメージは皆無だし仕方ないが。スビメンディの移籍に久保は全く関係ないやろ。スビメンディの解除金がそこまで高くないから久保の権利破棄して減額しなきゃならないということはない。スビメンディが移籍したくないってことの方が問題なだけだからな。朗報ではないだろうか。まるまる移籍金がソシエダに入るのであればソシエダも手放しやすくなる。別にマドリーである必要は必ずしもないけど、もうそろそろビッグクラブでプレーするところが見たいのは間違いない。外国人枠の厳しいリーガにこだわってるうちはどうにもならないだろうな。枠がないし、枠が空いてもブラジル人取ってくるからすぐ埋まる。ついこの間まで20歳くらいでまだまだこれからって思ってたのが、なんだかんだでもう23歳なんだよな。そろそろ可能ならビッグクラブでプレーする久保を見てみたい。レフテのウィングだけでもブラヒムとデュレルが控えてる。そりゃ久保はいらないよね。